はい、どうも、コタローコインのコタローです。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックお願いします。ということで、本日の動画はですね、今後ろにカーゴパンツが5本並んでるんですが、今回ですね、カーゴパンツ縛りで1週間コーデを組んでいきたいと思います。まあ現状ね、5本のカーゴパンツしかないので、まあ重複してね、同じアイテム使っちゃうってことがあるんですが、現状でね、何を2回使うかっていうのは報告せずに、まあ皆さん自身でね、予想しておいてください。まあその2回使うアイテムっていうのが、僕が個人的にですね、結構使いやすいなって思うアイテムなので、まあそういったところも予想しながら見ていただければなと思います。でまあね、こちらちょっとシェフカーゴパンツで、まあ一応ね、シェフパンツにフラッポケットついてるだけなので、まあカーゴパンツっていうものではちょっと、まあ、ジャンルがね、若干それちゃうんですけど、まあこれを抜いちゃうと本当4本しかなくなっちゃうので、まあちょっとね、こちら1本入れさせていただいてるんですが、ご了承お願いします。まあ一応とね、今回使用するカーゴパンツ一つ一つ紹介していきたいと思います。まずはこちらですね、ロスコのカーゴパンツ、カラーがカーキですね。まあロスコといったらね、カモ柄のイメージあるかなと思うんですが、まあやっぱりね、シンプルにこういったカラーのものもすごくかっこいいなと思って、で一応とね、前にも動画で紹介してるので、よかったらそっち確認してみてください。まあ古着の市場でも買えるし、まあまだまだプロパー価格でも買えるアイテムなので、だいたい 4,5000 円かな、そんぐらいで買えるので、よかったらチェックしてみてください。そして2つ目はこちらですね、またロスコのカーゴパンツです。でさっきはカーキだったんですが、こちらはブラックのものになってます。でウエストとレングスがですね、さっきのパンツとは若干違うんですが、まあ、もしよかったらね、こちらの動画で自分が持ってるパンツ全て紹介している動画がありますので、まあサイズに関してはね、こちらでも話しているので、よかったらこっちを見てください。で次がこちらアルファのカーゴパンツですね。まあ基本的にその概要欄にアイテムリンクって載っけるんですけど、アルファのねカーゴパンツちょっとリンクがどうしても見つからなくて、まあこれだけはどうしてもちょっと概要欄載せられないんですが、まあこちらはね、かなり太めで結構イケてるパンツなので、まあスタイル組む時にね、結構落とし込みやすいかなと思うので、今回はこちらも使っていきます。はい、そして4着目がアンディフィテッドのリップストップ生地を使ったカーゴパンツですね。まあやっぱカーゴパンツといったらね、このカラーだと思うんですけど、まあこちらもね、実際もう何回か入っててめちゃくちゃ調子いいんですよ。まあなのでね、ぜひこちらでもスタイル組んでいこうかなと思って、こちらも使っていきます。でさっき言ってたこちらがシェフカーゴパンツですね。まあクックマンのアイテムなんですけど、まあ普通のシェフパンツと違って、こういう風にね、フラップポケットついているような仕様で、まあ一応とね、商品名にもシェフカーゴっていう風に記載があるので、まあ一応とカーゴパンツとして、まあ今回はですね、こちらでスタイル組んでいきます。はい、ということでですね、本日はこちらの5本のカーゴパンツを使って1週間分のスタイル組んでいきます。でも若干難しいのが、今ってもうシーズンだと春夏じゃないですか。まあ、なんで色々とこう重ね着したりとか、まあ複雑な色を使ってとかって正直できないんですよ。まあ夏なんてね、特にこうカットソー着て、まあちょっと涼しければ上からシャツ羽織るぐらいの感覚なんで、まあ見ててね、若干退屈になっちゃうかなとは思うんですけど、まあもしよかったらそのサイズ感だったりとか、そういったところをね、参考にしていただければいいかなと思います。で、秋冬は秋冬でまたね、別で動画撮らせていただくので、まあその時にね、こう色の取り入れ方だったりとか、またちょっとこう重ね着をして、なんか変則的な着方とかで参考にしていただける部分が増えてくると思うので、まあ今回はね、春夏仕様でしっかりスタイル組んでいきますので、まあ、ぜひね、退屈せずに最後まで見ていってください。それでは早速1週間分のスタイル組んでいきます。レッツゴー。金を稼ぎまくり、やストリップで金ばらまく前に GTA ファイヤー GTA ファイヤープレイ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 、またも遊んでるゲンゲン、わからないことは友達に聞けばいい、いらない奴はすぐに殺せばいい、俺は俺そして君は君、いやゲームの中なら好きにすればいい、フライフライプランツでフライ天にも昇る俺の状態や、すぐに着替えて遊びに行こうや、車はランボで遊びに行こう、まだどこかで誰かの噂話、金のことであいつは揉めてるらしい、けど関係ないや、ゲームの中楽しむモード、いや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 、遊んでる今日もゲームの中楽しむモード、すでに本気モード、車で飛ばすや100キロオーバー、誰にも抜けやしないさ、やや遊んでる今日もゲームの中楽しむモード、すでに本気モード、車で飛ばすや100キロオーバー、誰にも抜けやしないさ、やや、スイッチオンにしてプレイナープレイナー、エイジナメイクマニーしていない
な綺麗な綺麗な世界じゃない現実ってやつはランボルギーニ乗れる仮面の中とは Yeah 何でもあり Ay 現実じゃない Ay 何でもあり Ay 帰りたくない Ay 書いてると描いてるストーリー時間はスローリー Yo やってる中に乗ってる飛行機現実逃避データロードして銃をリロードムカつくやつはそこで撃とうよチート使用して素人も苦労と何でもできる楽しさしろよ遊んでる今日もゲームの中楽しむモードすでに本気モード車で飛ばすや100キロオーバー誰にも抜けやしないさやや遊んでる今日もゲームの中楽しむモードすでに本気モード車で飛ばすや100キロオーバー誰にも抜けやしないさやや金を稼ぎまくり、yeah、ストリップで金ばらまく前に GTA ファイヤー GTA ファイヤープレイ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 またも遊んでるゲンゲン、ey、わからないことは友達に聞けばいいいらないやつはすぐに殺せばいい俺は俺そして君は君、yeah、ゲームの中なら好きにすればいい Fly Fly プランツはい、いかがでしたでしょうか。本日はこちらの5本のカーゴパンツ使ってスタイルを組んでったんですが、まあ、結果的にね、2回重複して使っちゃったのは、クックマンのシェフカーゴとアンディフィーテッドのリップストップ生地のカーゴパンツ、こちらの2本ですね、重複して使いました。まあ、最初にも言った通り、僕個人としてなんですが、結構ね、着回しだったりとか、まあ、普段使いがしやすいものを2本使うって言って、まあ、それがね、この2本だったわけですが、まあ、こっちの3本、ロスコのカーキであったりとか、ブラック、あとアルファのね、カーゴパンツとかも、すごく使いやすいんですよ。まあ、ただ、使いやすさだけじゃなくて、まあ、今ね、完全に、俺がこの2本のアイテムにハマっちゃってるだけっていうのもあるんですけど、まあ、実際ね、本当にスタイルの組みやすさだったりとか、この2本のパンツ、しっかりあるので、まあ、最初ね、カーゴパンツ何買えばいいかわからないっていう方には、ちょっとおすすめかなって思います。もちろん、こっちのね、パンツもおすすめなので、まあ、今回ね、スタイル組んだ中でいいなと思ったパンツがあったら、まあ、概要欄にリンク貼っておきますのでそっちからチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。